ちは、シャトレーゼです。ハウスの温度が約40度ありましたけど、頑張ってやってきてるんです。で、縦に今度、こう、興奮していくんですけど、ちょっと今回は特殊です。このベッドを意識して、なるべくこのロータリーのこの、ここですね、この耕す部分が、ぶつかりましたね、今。このベッドの幅、ここがですね、このロータリー、ここですね。で、まあ、綺麗に行くようにですね、特殊なやり方して、こっち側からバーっとこう、探していって、真ん中っていうか柱の向こう側に行きますね。向こう側に行って、1列、2列、3回ぐらい耕したらですね、まあ、この全体、ハウス全体の中央ですね、中央ちょっと手前ぐらいまで耕したら、この一番向こう行きますね。で、一番向こう、南側なんですけど、あっちからずっと耕してきて、で、向こう側の、柱のこっち側ですね、1、2、3ぐらい耕して、一番最後はあの暖房機が中心にあるんですけど、あの辺バーッと耕してきて、その一気に抜けるっていう感じで、そうするとですね、この後あの管理機って言ってちっちゃい、まあ、耕運機みたいので、あのベッド上げをやるんですけど、そのトラクターでつけたその線を目印にやっていけるということで、ちょっとここだけ慎重にやりますんで、箇所箇所動画撮影します。とりあえずここでカットします。はい、そうですね、見てください、ここ耕しました。はい、でこの後ここに、まあ、ロータリー橋を合わせて耕すのではなくてですね、ここですね、中心となるのがここ、ここキュウリのするんですけど、ここにロータリーの中心、あのロータリーの中心が来るように、こういうふうに置いてですね、行きます。そうするとちょうどこのはみ出た部分が通路になるイメージですね。そういう、まあ、通路ベッドみたいなイメージでどんどん、はい、こちらに作っていきます。で、先ほど全部最初に言ってたんですけど、一番最後ですね、ずーっとやってって、で、あっちからもずーっとやってって、最後真ん中でピーッとこう真ん中のベッドですね、ここを作成して、ここでロータリーをパッと上げて外に出るっていうような感じになります。そこまでいきます。はい、わかりますかね、通路ベッド、はい、ベッド、ここ中心ですね、ベッド通路、はい、ベッド通路ベッドで、ここ耕したところで、次はですね、ここのベッドを耕すのではなくて、一番左にこっち側ですね、寄せます。で、ここを耕していきます。はい、ここは前に言うたら腕上げてやって、ブレーキ見ながら離します。はい、こうですね。で、1ですね。で、行きます。ギリギリというか、ちょっと擦ってますね。で、ここでですね、一回、この先行くと窮屈になっちゃうんで、ここで一回上げて、ゆっくりですね、アクセル戻し気味で、ここ、こうですね、はい、ぶつからないように、はい、一回ここ離脱します。バックしてきます。こっちにも干渉しないように、そうですね、ギリギリですよ、本当に。気を抜くと死んじゃいますよ、気をつけてください。はい、こうです。はい、ギリギリですよ。はい、はい、こうです。ちょっとアクセル開けますね。で、一回ニュートラルにして、ここで離しますね。見えてますか。はい、で、1ですね。はい、1で進みます。はい、次はですね、ここ戻って、はい、ここのベッドの中心ですね、ここですね、ここを耕して、で、こっちに抜けます。はい、以上です。中央を耕してですね、こっち側に、はい、抜けてきたんですけど、
どうしてもですね、タイヤとかですね、あのロータリーを上げたところとか残ってますんで、ここはここで一回下がってこちらにっていうような形で、やっていきます。バックですね、一回下がってですね、で前進ですね。こんな形です。で、あちら側もですね、下がって、はい。はい。こんな形ですね。ちょっとこの辺はもう仕方ない、はい、なんとか後でごまかしますんで、こんな形になってます。こっちから見ると、はい、できましたね。通路ベッド、はい、通路みたいな形になってます。はい、でここに、まあ、先ほど言いました管理機でバーッと畝を立てする感じですね。はい、以上です。最後までカットがついます。はい、ここまでですね、耕したら次はですね、ここ真ん中のベッドなんですけど、そこに行く前に向こうですね、向こうの端から取ってきます。はい、皆さん見てください、こっちあって向こうから来てですね、あとはこの真ん中ここですね、ここを1本バーって耕せば終わりっていう状態ですね。これトラクター自体はですね、こうはみ出ちゃってますけど、最後の こっち側を耕してここで止めたところです。で、こっから真ん中、ここどうやっていくのかっていうのを今からお見せします。わかりますよね。はい、もうこんな状態なんで、はい、やっていきたいと思います。まずですね、はい、バックですよね、普通に考えて。で、4にバックで、アクセルは一番あれですね、緩めてください。で、ロータリー上げますよね。はい、上げますよ、はい、バリバリバリと、はい、こんなに上げなくて、このぐらいですね。で、クラッチを離すとどうなるか分かりますよね。はい、いきますよ。はい、はい、下がりました。なるべくですね、すごい揺れましたね。はい、なるべくですね、中央、はい、中央に入ってきます。はい、中央ですよ、ここですよ、はい、ここでまっすぐ下がりますね。これアイドリングの状態ですね。はい、この状態で下がってます。はい、皆さんもどうですか、ご一緒に。真ん中バシッとよく寝れるルル真ん中バシッとよく寝れるルル。はい、でここまで来たらですね、はい、これいいですね。もうこの辺からちょっとクラッチ切ってですね、はい、クラッチ切って危ないんで2にしますね。はい、でちょっとアクセル開いて、そうですね、はい、ここですね、真ん中、ど真ん中ですよ。はい、で下もよく見て、はい、ね、このスポーツね、はい、こっちはブラブラにします。で回します、回んないですね。変だ、こうですね、はい、入ってますね。はい、これでスカッと行きます。まっすぐこういう感じですよ。もうちょっとですね、すごいですね、あんな穴開いちゃいましたね。やばいですね。はい、ここはゆっくり行きますよ。ゆっくりですね、ここ1にします。はい、ゆっくり行きます。はい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 、はい、ストップですね。上げまーす。アクセル戻します。で、いいですね。はい。はい、とりあえず止めましたね。いや、上げときますね。上げて、これで止めます。
ここ上げた理由はですね、この泥、はい、まあ若干ついてますんでちょっと泥落とします。はい、ということでこんな感じですね。はい、わかりますかね、すごい穴掘っちゃいましたけど、まあなんとかなりますね、ここは。大体わかりますかね、真ん中だけ説明すると、通路ベッド、はい、通路ベッド、通路ベッド、ベッド、あれ通路ベッド、通路ですね、で形になってます。でここにあのちっこいこういう耕運機ですね、でこう泥を跳ね上げる機械があるんですけど、それで明日やってきます。以上ですかね。はい、前回クイズの回答はハンバーガーですね。またシャトの大好きなハンバーガーが回答です。わかりましたか。で今回のクイズは、そうですね、リオオリンピックで金メダル何個取ったかですね。はい、そちらをご回答ください。以上、シャトへのシャタがお送りしました。幸運したいな。また。